ウソモオグリンです。今回12月1日はスプラトゥーン3新シーズン、冬のシーズンということでね、アップデート来たんで遊び倒していこうと思います。ちょっと久々にラジオとか聞いてみる？みんなラジオスキップするやろ、言うて。で、みんな見ていこう。強制的に見していくわ。うん、アップデートの知らせ言うて。はい、私映ってます。これ左に、これ私です。ね、なんかモデル頼まれたんすよ、この前。このパッケージの写真撮ってくれ言うてね、こう新しいメガネとかつけてやらせてもらってます。で、新しい武器追加されたということで、なんか R ペンが赤いね。はいはいはい。で、これよな、メインはな、墨流しヒートが左の2種類で、ウルトラ着地が右の2種類か。まあ私ブラスターハマってるんで、ホットブラスターとスパイガジェットとかにしようかな。あ、しかも全員で武器ライセンスくれるんやって。あ、そうなんや、知らんかった。聞いといてよかったね。で、倍外艇とネギトロ炭鉱と。いやー、新ステージが2個出ましたね。ネギトロ炭鉱とかやったことない人多いんちゃう、ほんまに。そして明日はビッグランでジョーが来ると。なんかすごい音したな、今。でみたいな。はーい、これジョーさんね、よろしくお願いします。はい、このワンカットの一瞬で新ステージかくれんぼ2種類取ってきました。ちゅうわけでね、今出てるステージが、ネギトロ炭鉱倍外艇ちゅうことで、ちょっと倍外艇が面白かったんでね、倍外艇行きたいんですよ。とりあえず最初の武器はこのウルトラ着地、ホットブラスターのウルトラ着地で行きたいと思います。行ってみよう。はい、倍外艇来ました。3回目やね。ちょ、縄張りはね、まだやったことないんやけど、まあ、ガチエリアと多分似てると思うのよ。ちなみにこのステージなんと2階建て構造で、最近のスプラトゥーン3ね、こういう立体系のコースを作ってきがちなんで、割とね、そこは、いいポイントかなと思うんですよね。はい。ちなみにそのポイントが、あれ？このステージ、縄張りは2階建てじゃないのか。あ、ここ、ほらほらほら。めっちゃ2階建てっしょ？結構広めなんですよ、このステージ。はい。で、今回、ウルトラ着地持ってきてるんで、早速、突っ込んできてるね。はい、突っ込んできてるね。はい。まあ、ちょっと、深追いはせずに、頑張っ、いや、ここドリアーズ、いや、あかんかいけたと思ってんけどな、あかんか。はい、ここ横から、まずい。はい、横から、はい、しっかりセンサー投げて、ここよし、1キルして一旦引いて、 R ペンがいるんでしっかりセンサーつけて引かします。はい、その間に前行きまして、よいしょ、ナイスカバー、いいね。直撃入ったと思ったけど入ってなかった。はい、ここ、そこ刈られていく、ナイス。はい、ここ、はい、もうここ使っちゃって一旦センサー投げます。左にいるね。あ、どこにいる？上か？ワンチャン上やな。ちょ、一旦引いて、こう下にいたから。あれ？裏回ってる？裏回ってるね。あかーん！やった！いやー、マニューバーがマジでね。マニューバーが強いんですよ。このセンサー刺さるっしょ。このセンサーぶち刺さっていく！はい、このセンサーぶち刺さり。上から登って。はい。はい、ここ？ここ？そこ？はい、一人やり。はい、ここ？はい、そこ？あそこ、あ、インクがない、インクがないので、これは追い詰めて、いやなんやこれ、今のスーパーウルトラ着地対決やったな。激アツ。勝敗は引き分けなり。あーっと、この下が穴場なんですよね。そう、これ見逃しがちポイント、これ見逃しがちポイントね。はい、で、これ右もしっかりちょっと塗っとく。さあ、まずいよ、これ全落ち、全線全落ち、まずい、これまずい、まずい。ほっ、カーリングが地味に強いんよな。え、あ、いつものだ。 A few moments later。 はい、ちょっとひらめが丘団地で気分転換しましょう。今ね、40分ぐらいやってんねんけど1回も勝てへんわ。ほんまに何がスプラトンおもろいねん、これ。1回ぐらい勝たせ、ほんまに。
一切勝てへんねんけど、もう敵に最強のやつがおって一生勝てへん。これがスプラトゥーンかと。はい、ウィーン。いやマジでさ、プラベで俺勝利重ねまくってるからさ、なんか内部レート上がってんちゃうんっていうぐらい敵強いのしかおらへんねんけど、これどういうことなほんま。で今回ね、ちょっと前に、わーお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 、なんだこれ、墨流し糸まみれだ。よし、一人やった。はい、ちょ、墨流し糸長い、墨流し糸長い、オッケー。待って、はいー、バーチコーン。これなんだよね、やっぱ縄張りバトル最強。スプラトゥーンは縄張り、縄張りこそスプラトゥーン。おい、いやマジカーリングもさ縄張り性能高いから、はい、やっぱカーリングなんだよなスプラトゥーンって。右から来るから、はい、いやマジか、はい、後ろ回って、横回って、はい、なんでやねん、そこはかっこいいをキルさせてくれ。なんでや、ネルギガンテや、そらしゃあないわ、そら強いわ。一人で立ち向かう相手しゃうかった。そこで一回勝って士気高めていこう。うん、ほんまに一回勝とう。今7連続ぐらい負けてるからあったまってきてるから、ほんまに。さあ墨流しいとくら、はいはいはい、カーリングさ、やっぱカーリングだな。マニューバーこれ派遣武器かもしらん、みんな。うん、派遣武器やわ。はい、ほらほらほら、もうやっぱマニューバーやわ。グーン、グングングルト、ブラシコーン。これだね。あー、スプラトゥーン始まったわ。スプラトゥーン始まった。カーリングもうぜえし、カーリングもうぜえし、ウルトラ着地つえし、言うことねえわ。多分下から来るな、下から来るんで、ここ待機しといて、暇なんで壁塗っといて。いやーでも言うてこやんな。オッケー、そこ、あっか、危ない危ない危ない。はい、これはカーリングが刺さるんちゃう。よし、ウルトラ着地たまった。最後決めるわ、最後決めるわ俺。はいー、バチコーン、はい、バチコーン。やっべ、俺ちょっとマニューバーでガチマッチ行ってみるわ。これマニューバーガチマッチマジ強えんじゃねっていう錯覚に陥ってるんやけど俺今。これがスプラトゥーンだみんな。こう、はい、これよ。うわ強っ、マニューバー強っ。見てや、11キル1ですやって。うわ来たな、これやこれや。よっしゃ、ガチマッチ行くわ。倍返ってこい。だあ、なんで金目だよね前か。でね、結構ガチマッチやっててんけど、これウルトラ着地使うとね、全部アサリポイポイポイとするんすよ。なんかそれがちょっと厳しいんで、アサリと相性悪いんですけど、まあでもちょっとキル性能高めでいこうか。うん、頑張ってキルしていくわ。はい、やっぱガチマッチ結構潜っててんけど、とにかくマニューバーが多すぎる。うん、とにかくマニューバーが多いマジで。あっ、ここおるんちゃう、ここいるから。いやー待って待って、手首か。はいはいはい、いやー手よいかですか、手よいかですねこれ、手よいかだこれ、手よいかだこれ。はいはいはい、じゃあ一旦お見送りだけさせてもろて、はい、一旦お見送りだけさせてもろて。あー、なんでそれ入ろん、なんでそれ入ろんっていうやつ。ウルトラ着地溜まっていく。はい、やー、ちょちょいのちょい、ちょちょいのちょい、ちょちょいのちょいですよ。はい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 。ちょ、誰か前、巻いてほしい。俺か俺が前かなあかんのか、これ俺が前かなあかんのかと。あー、スプラトゥーンおもんない。なんでこっちのはすぐ入んのに相手のは入らへんねん、マジで謎。いつ入んねんうちのゴール。こんなんばっかや、一生ボコられとって終わりや。じゃもうこれ、ま、マジ入れる、マジ入れる、よし、マジ入れる、もうマジ入れるぜ、マジに入れちゃうぜ。あー危
ほら、いっぱい来た、いっぱい来た。ほら、いっぱい来たわ。どないしょ、どないしょ。はい。あ、ほら、そのガチャ当たりは、俺のもんじゃ。俺のもんじゃ。あー、待って、間に合って、間に合って。駆け込み乗車。おい、割っとるやないかい。ちょっとぐらい待て。はい、ネギドロ炭鉱縄張り。やっぱ縄張りなんよな。うん。バンカラはガチ勢しかやっちゃダメ。ほら見て。めっちゃマニューバーおない。マニューバーバトルなんよ、これ。マジで強いんで、ちょ、これしっかりと、マニューバー芝居でいくわ。俺のマニューバー力。舐めるなよ。なんかこの透明の中入れそうじゃね？バグで。そんな気がする。おっしゃ！バトルだ！あー、まずい！危ない！ふっ！うりゃん！とぅ！こっちに打って、はい！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 俺の勝ち！マニューバーバトル、俺の勝ち！しゃあ！こっちから行こうか。で、一回スペシャルだけ貯めて、保険だけ貯めたいのよな。保険がないと怖いんで、はい。これカンカンカンして、危ない危ない危ない。こっち行こうか。そこいる。待てこら！待てこら！よし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 ！よしよしよし。いけるいけるいける。いけるぞいけるぞ。次左行こうか。左めっちゃ多いんで。そこ！はい、こんにちはと！こんにちは！はい、オッケー！ナイス玉にも勝てる！ウルトラジャキチ。今ならお買い得。マジで強えな、これ。オッケー、そっちな。はい。いや、まず、一旦引いて。よし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 。あー、向こうデコ1列。あーっと、僕も乗してください。僕も乗して。任せろ。あ、ナイス。やるじゃないか。あ、でもこっち来たらね、塗るとこないから、正直行く必要ないな。詰めれるとこないわ。危な。危ない危ない。よし。はい。オッケー。あ、ナイス。ナイス、挟み撃ち。なんか、自陣に一人いるけど、それはちょっと任せちゃって。降りて大丈夫かな？とうとう！逃げられないよ！ははは！逃げられないよ、このウルトラ着地からは。よくいるな。これ当たる？当たらんな。やばいやばい。やばいやばい。一旦引いて。一旦引いて。ここは一旦カーリング投げてお茶を濁しつつ。あっ！まずいまずい。ナイスナイス。いいよ。いいよ。はい！使っちゃおう。あー！よしよしよし。これがウルトラ着地の強いとこ。着地キャンセルされないっていうとこね。いや、ちょっと自陣が汚いな、これ。自陣が汚すぎる。しっかり縄張りにも買っていきたいところ。やばい、インクがない。縄張りにも買っていきたい。ここ塗る。いやー、そっちいんのか。いやー、そのデコイチが強いで。いやー、そっちいんのか。よいしょ。いやー、これ負けたか。キルは良かったけど。グワーン。で、最後は、ちょっと墨流しシート使って、バトルもやっていこうか。墨流がボトルと傘なんやけど、まあ、ちょっとボトル使った感じ無理やったんで、傘でいきまーす。よし、ひらめが丘団地ね。これ、ひらめが丘団地の墨流しシートやばそうじゃね？結構縦の幅でかいんですよ。だからこの高低差のあるステージ、結構面白そうやったんで、張り切っていきましょう。はい。これラスト買って終わろうぜ。さあ、まずはマルチミサイルの洗礼が来て、いきます。上目に、上目に投げる。めっちゃ下やん。いけ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 。墨流しシート、お前、ゴミほど役に立ってへんやんけ。ゴミほど役に立ってへん。そんな墨流しシート見たことない。っていうレベルの。そっちな。わあ、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 ああ。いや、マジでこの武器どうやって使うねん。墨流シート使いたい。墨流シートを使わせてくれ。俺に。このままじゃお前、お弁当に入ってるバランと同レベル。そっちな。
はい、ここ投げて、あーっとそのドリンク欲しいな。はい、そのドリンクもろて、左いる。オッケー、ここでスペシャルためよう、ここでスペシャルためよう。ここの隅流し絶対強い、ここの隅流し絶対強いから、よし、いけ隅流しーと、はい、相手は死ぬ、相手は死ぬ、はい、おまけでもう一人やっつける、よっしゃ、ええぞええぞええぞ。接近戦やっていた方が強いのか、この武器赤、隅投げヒートもう一回ためよう、ギューン、はい、よし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 、いやマジもうこのレベルでちょうどいいって、このレベルでちょうどええ、よし、左塗ろうか、ちょっとここ塗ってためて、いけ、空中隅流しーと、これどう、これどう、見えへん見えへん、何も見えへん、ほら結構縦幅でかくない、オッケーオッケー、空中やり、あーもう一人やりへんかったか、くそー、こいつがおらんかったらな、いけてんけどな、いやマジでなんかもう拮抗してる、でも敵陣地の塗りがちょっと弱いからそこで分かってるか、その可能性がある、ちょっと最後敵陣地荒らしに行くわ、やばいやばい、あーやばい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 、あーやってるやってるやってる、忍忍、お前はできるやつだな、忍できるやつだ、ちょ、あいつだけ、あいつだけ止めよう、ナイスナイスナイス、はい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 あんま、試合ちゃうかったけど、勝ったらそれでええわ、負けてるんかい、いや分からん、危ねっ。